します。この前3度目のロスに行った時、現地のガイドに言ったんだよ。金は別にいいから最高のサービスが受けたいってさ。なるほどね。ちょっと心配そうな顔してたから、ゴールドカードひらっと見せてやったら安心してさ。やっぱすごい威力だよね。なるほどね。でさ、朝起きたらホテルの前に大型リムジンが待ってるわけ。ちょっとそこまでは行ってないよって言ったんだけどね、ミスター竹行にはそれぐらいの車が似合うって譲らないわけ。なるほどね。ふぅ。取り留めなく便利な言葉、不してごめんね。なるほど。